さて、それでは皆さん、ウィナーズサークルにご注目ください。これより JA 全農岩手協賛東日本大震災復興記念ジャパンジョッキーズカップ2015チーム紹介を行います。各チームを迎えるのは東北楽天ゴールデンイーグルスのクラッチーナ、そして東北ゴールデンエンジェルスの皆さんです。さあ、それではまずはジャパンジョッキーズカップ2015を全力応援で盛り上げる女神たちをご紹介してまいりましょう。まずはチーム JRA 応援隊、谷桃子と谷桃子さん。続いてチームウエスト応援隊、マリナルこと津田マリナさん。そしてチームイースト応援隊、我らが岩手のアイドル、フチポーン。今日は一日よろしくお願いします。さあ、それでは参りましょう。まずはチーム JRA。 JBC で2勝を挙げた剛腕を今日も見せてくれ、チーム JRA キャプテン岩田康成。チーム JRA として初参戦、芝山雄一。南部杯での華麗な騎乗をもう一度、美穂リーディングジョッキー戸崎圭太。岩手のファンにもおなじみ、立東リーディングジョッキー福永雄一。以上、チーム JRA のご紹介でした。続いてチームイースト、最年少ながらホストとしてチームを引っ張るチームイーストキャプテン山本俊也。胸に輝く下の大地の伊藤星、北海道岩橋裕二。金沢競馬の若大将が岩手初登場、金沢藤田浩二。南関東では常にリーディング争い多い真島大輔。以上、チームイーストでした。さあ、最後はチームウェスト、いぶし銀の九州男子、笑顔が優しいチームウェストキャプテン佐賀山口勲。名古屋競馬初、地方通算3000勝達成、東海のエース名古屋岡部誠。この人も地方通算3000勝達成、園田が誇る人気ジョッキー兵庫木村たけし。先日地方通算1000勝達成、土佐の国の若武者高知長森大一。以上、12名の名手により争われますジャパンジョッキーズカップ2015第7競争から第1戦がスタート。本日はよろしくお願いします。なお、 JA 全農岩手協賛東日本大震災復興記念ジャパンジョッキーズカップ2015は日本中央競馬会様をはじめ各地方競馬主催者様、また参加いただいた騎手の皆様の多大なるご協力により開催が実現する運びとなりました。誠にありがとうございます。さて、ではここで各チームのキャプテンにコメントをいただいてまいりましょう。まずはチーム JRA 谷本さん、お願いします。はい、それでは JRA チームキャプテン岩田ジョッキーに意気込みを聞きたいと思います。岩田さん、いかがですか。はい、この日を楽しみにしてます、してました、JRA 代表に選ばれてね、目いっぱいレースを見せれると思うんで応援よろしくお願いします。はい、続いてはチームイースト、フチポンさん、お願いします。はい、ジョッキー来てくれてありがとうございます。
ということで、としやくん、チームイーストです。はい、まずは JRA の市民の皆さん、それから各地方トップジョッキーの皆さん、盛岡競馬場にお越しいただきありがとうございます。そうですね、一流ジョッキーが集まって非常に楽しいレースになると思いますので、僕は、岩手代表チームイーストキャプテンとして一生懸命頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願いします。絶対勝ってください。頑張ります。はい、応援します。ありがとうございました。続いてチームウエスト、マリナール、よろしくお願いします。はい、チームウエストキャプテンの山口勲騎手に意気込みを伺いたいと思います。いかがですか？ファンの皆様こんにちはあれ、まあ、今日は一致団結して優勝できるように頑張りたいと思ってます。応援よろしくお願いします。各チームのキャプテンからコメントをいただきました。ジョッキーの皆さんに改めて大きな拍手をお送りください。本日はよろしくお願いします。